エジプト第10王朝は、エジプト第1中間期の古代エジプト王朝。ヘラクレオポリスを拠点に、エジプト全域に勢力を拡大した第9王朝の地位を継承したが、南部では、テーベコーが第11王朝を立てており、エジプトの支配権をめぐってこれと争った。エジプト第9王朝に続いて上、エジプト北部地方を支配したが、第9王朝からの交代の具体的な経緯など、 全く分かっていない。現代のエジプト学者は、多くの場合、第9、第10王朝をひとまとめに扱っている。マネトがこれを2つの王朝に分けた理由も不明である。当時テーベを拠点とした第11王朝の兄弟か一しく、第10王朝との対立が深まっていた。第10王朝と、第11王朝の国境は当初上、エジプト第8県のアビュドスの北にあったが、 第十一王朝との国境紛争が頻繁に発生していた。こうした状況のため、上エジプトの修航に対しても広範な自治を認めて、その協力を仰がなくてはならなかった。第十王朝が比較的安定した時代を迎えるのは、ケティ3世の治世である。彼の時代に、第十一王朝の王ンテフ2世による攻撃があり、一時は、上エジプト第10県までが、 第11王朝の支配下に落ちた。しかし、ケティ三世は、アシュートコーテフィーブの協力の下でこの攻撃を退け、逆に南下して、アビュドスを占領することに成功した。この成功を背景に、第11王朝との間に、元のアビュドス北の国境線で停戦するという合意を結ぶことに成功し、その後は友好関係の構築に尽力した。こうして、 南方国境を安定させると、下エジプト地方の統制回復に力を注ぐべく、軍を北に向けた。ケティ三世が王対し、メリカラーに対して与えた教訓であると伝えられる文書がある。これは現在、メリカラー王への教訓と呼ばれており、かなりの部分が現存している。この文書は、当時の王の責務など、王権官に関する記述や倫理、 政治的な問題に関する記述が多くあるほか、第10王朝が置かれた状況下で取るべき政策について論ずる記述も含まれており、当時の歴史を知るための第1級の資料である。文書の形式としては、影無二への教訓などの文書と同じ形式に従っている。この文書で、ケティ三世は、ゲエジプトにおいて海岸に至るまで、 アジア人を撃退し、彼らによって破壊された土地は、行政区に分け、都市を築いて、アジア人を撃退するための兵士で満たしたと宣言する。その上で、メリカラーに対し、自分のやったこと以上のことをやれるものを見たいものだ。と語り、アジア人に対する対策法をかなり具体的に、教えている。また、それとは別に南方との間の友好を保つように述べ、 それによって南部の建材は妨害されることなくメリカラーの下に届けられるだろうと述べている。ケティ三世の没後にメリカラーが大いについた。彼はゲイエジプトに侵入していたアジア人に対抗するためにメンフィスに1万人の兵士と役人を駐留させた。さらにメリカラー自らがゲイエジプトの防備を強化するために建築事業を強力に推進した。 また、第10王朝の王たちは、ヘラクレオポリスから統治していたとしても、皇国からの伝統ある聖域であるサッカラを、はじめとしたメンフィスの近郊に、自らの墓を構築したようである。最終的に、第10王朝と第11王朝の間には再び先端が開かれた。第11王朝の王メンチュヘテプニセイの地勢第14年に、発生したティニスの反乱が、 きっかけとして想定されているが、その経緯は不明である。メリカラーは、メンチュヘテプ2世の後世の前に劣勢に回り、これを見た、ヘルモポリス皇など、第十王朝の有力修皇が、第十一王朝側についたことで、メリカラー死去までに、第十王朝の国境線は大幅に後退した。メリカラー王の死後、名前不詳の王が後を継いだが、間もなく、第十一王朝によって、 年熱が陥落させられ、第10王朝は和解。再び前エジプトが統一王朝の下に置かれることになった。第10王朝の王党は不明である。以下に挙げるのは、鳥の王名表に記載された、反読可能な王の一覧である。この内考古学的資料によって、存在の可能性が高い、または確定している王は、ケティ三世とメリカラーだけである。存在確定の判断は、 ヒネガンのものによった、ありがとうございます。